ちゃん大好きって言って。じゃあお兄ちゃんポッキーゲームしようって言って。うるさい豚は黙ってろ。だったら言える？ならご主人様もっとお仕置きしてくださいにゃんって言って。ここにいた警察が僕らを見つけてくれたみたいだ。これで助かるね。ご飯炊いたよ。炊けば許されると思ってんの？ちょっと二人とも博物館で声でかいよ。いつも誰がご飯作ってると思ってんの？私はあなたのママじゃないの。だからご飯炊いた。お肉も焼いた。誰なの？何なの？これからは俺がご飯作るから。帰ろう。待って、彼氏がご飯作ってくれるって言うから最後にもう一回チャンスあげるね。行こう。あの人たち博物館に食べ物持ってきて非常識だと思いませんか？声大きいです。ねえ、あなたいつもそんなことしてるの？え？救えないね。ありがとね。姉さんも危なくないですか？こんなことばっかりやって。ゴミくずばっかりだからね。少しは掃除したくって。見捨てに行かなきゃな。どうしたの？キッチン片付けてて。もう出る時間でしょ。ごめん。すぐだから。行くよ。ええ、もう出る時間でしょ。何タバコ吸ってんの？いや、お前が時間守らなかったんだ。なんなの？早くしてよ。行くよ。ねえ、どっちのカバンがいいと思う？なんでカバンいるの？携帯とか入れるでしょ。ポケットあるだろ。重くて嫌なの。どっちでもいいよ。なんでよ。ちょっとトイレ行ってきていい？今？お前待ってて行きたくなったんだろ。私のせいにしないでよ。ちょっとだけだろ。じゃあ私キッチンの整理してるね。なんで泣いてんの？ その上着。何？私の上着。自分の洗濯しちゃってて。お気に入りだったのに。何
見ちゃったじゃん。ごめん。買ってきて。え？弁償して。分かったよ。ポテト美味しいね。あ、これは怒んないんだね。ここは舐めればいいから。俺が？うん。兄貴、俺 B がなったんだ。嘘。本当だから肉食えない。え、いつから？先週。なんで？今付き合ってる彼女が B がだから。最初から言えよ。肉焼いちゃったじゃん。聞かれなかったから。でももったいないから食えよ。え？先週からでしょ。ビーガン新米なんでしょ。ビーガンに新米とかそういうのないから。今日は私たちの結婚祝いしてくれるって言うから張り切っていいお肉買っちゃったじゃん。いや、うっすら気づいてたから言い出しづらかったよ。今日だけいいじゃん。今日だけいいじゃんとかないから。バレなきゃいいんでしょ。誰に？彼女に。だからそういうことじゃないんだって。体に悪いから。バレなきゃいいみたいなこといつも言ってんじゃん。やめろよ。浮気はするのにお肉は食べないんだ。なんなんこの女。俺の妻だよ。あんたいつも1週間も持たずに別れるじゃん。離婚しろ。なんてこと言うんだよお前。いいから早く食べて。いいからってなんだよ。浮気してるんでしょ。だ、それとこれとは別だから。浮気バレたんじゃない。浮気バレた。浮気すんなよ。どうすんの。別れる。あんたのそういう信念がないとこ好きだよ。